小笠原沼エビ、学名パラチャボニネンシスは、十脚目沼エビ科に分類されるエビの一種。2005年に新種記載された小笠原諸島固有種のエビである。小笠原諸島の自然の独自性を示す動物の一つでもある。生態は、体長20ミリメートルほどで、メスの方がオスより大きい。複眼後方に、目状とげ、トゲ、フワシのすべてに、 外詞がある。学角,角は長くて、まっすぐ伸び、上縁に11から18個の巨子があり、このうち複眼より、後ろの東京工場には0から4個の巨子がある。下苑の巨子は1から4個である。第一第二胸足はハサミ足で、ハサミの先は剛毛に覆われる。第一歩脚腕節が短く、ハサミに接続する前縁が深くくぼむ。卵は楕円型で、 長径0.9から1.0ミ、mm、リメートル、短径0.6から0.65ミ、mm、リメートルである。日本産沼エビ属は、本種の他に、沼エビ P コンプレッサ、ヌカエビ P インプロビヒッサの、計3種が知られるが、本種は、第一胸節腕節が短いことと卵が、最も大きいことで、区別できる。また本種は、他の2種が分布しない、小笠原諸島だけに分布し、 形態上は、ニューカレドニア産の同族種 P カレドネンシスに近いと、される。小笠原諸島産の淡水エビは、本種の他に、ヤマトヌマエビキャロディーナマルチデンタタ、南オニヌマエビアチョイダピリピーズ、小笠原コテナガエビポリマンオゴサレーンシス等もいるが、本種は、学核が長いこと、メジトゲと不脚外しがあることで、区別できる。小笠原諸島の固有種で、 河川の上流部に生息する。卵から孵化した妖精は、ぬかエビと同様に淡水中で成長する。洋上に孤立した当初の淡水性エビ類は、妖精が海で成長する。両側海遊種が、一般的で、本種のような純淡水性種は珍しい。分布域が狭い当初に限られており、わずかな環境の変化が種の存続に、大きな影響を与える、可能性がある。 環境省が作成した、その他無脊椎動物レッドリスト2007年版で、絶滅危惧愛類として掲載された。また、小笠原諸島は、小笠原国立公園に指定され、独自の生態系の保護活動が進められている。清佐竹イキシアンカイパラチャボニネンシス、A New Species of Fresh Water Shrimp From、小笠原、ジャパン。 プロシーディングスオブザ・バイオロジカル・ソサイティ・オブ・ワシントン。118-306-311-2005ビオネによる論文情報、林健一日本産エビ類の分類と生態痛小エビ下目 ISBN 9長7849億1534万2509-2007年生物 研究者小笠原自然文化研究所、水生生物鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物のレッドリストの見直しについて、平成18年12月22日、環境省報道発表資料。ありがとうございます。